厳戒態勢のロンドンで警察官が刺されました。イギリスメディアによりますと、ロンドン中心部で16日、警察官2人が刺され、容疑者の男が逮捕されました。19日のエリザベス女王の葬儀に向け、厳戒態勢が敷かれる中での事件ですが、ロンドンのカーン市長は、事件はテロとは無関係だとしました。また、2人の警察官はどちらも命に別状はないということです。